今日は前回の収録で扱ったのが冤罪関連の映画をね、いくつかご紹介しましたね。まあ、8月、まあ、夏休みというのもちょっとあったりとかしてまあ、ね、お時間があったりする方はぜひ、まあ、見ていただきたいというね、こういう事件、冤罪事件とかそういうものに触れる機会としてね、一つ映画というのは、まあ、リアルにいろいろ体験しやすいツールなんじゃないかと思って、まあ、そういうのもあってお伝えしましたけれども、今日は被害者家族、加害者家族というようなことを扱っている映画っていうのをいくつかね、ご紹介しようと思って集めてまいりました。はい、じゃあまずはこちらですね、2年前になりますかね、もうね、人よという映画ですね。小さく見えますでしょうか、一夜と書いてる人よでもあるし、まあ、これが確かこのことね扱った時に鶴瓶さんから人よってこうね、何か人ってなんだろうっていう、そういうね呼びかけてるみたいだねっていう話もいただいたかと思いますけど、この映画、白石和也監督で、佐藤健さん、鈴木亮平さん、松岡茉優さん、田中裕子さんがね出られた映画だったんですけれども、これ印象深いですかね。なんかもう暗くなるというか、ヘビーじゃん、まあ大体ねこういう系は全部ヘビーなんですけど、まあなんで、まあ田中裕子さんというかね、奥さんの人が旦那を殺してしまうけど、はい、まあ DV が激しくて子供たちを守るために、まあ殺しちゃったっていうことじゃないですか。で、そうですね、もう自分ね自首して、まあ過剰防衛みたいなもんですよね。まあだけど、じゃあ DV をどうやって防げるんだろうって、ね、だいたい家の中でやるわけですから、はい、子供たちを殴っていくっていうね、そういう中で、まあ、奥さんとしてはもう耐えられないという中でもう殺すしかないと思い詰めてね、で自営業じゃないですか、タクシー会社の自営業だから、そうなんですね、まああればいいんですよ、そこで、ね、シェルターがあってとか言ったらいいけど、じゃあねどうなるんだという、まあでもそれはそれで別な話題として、まあ殺しちゃったと、で償って帰ってくるよと、だけど子供たちは殺人犯の息子娘として生きていくという、そういう苦労があって、すごいね、いじめとか、いろんなのがあるわけじゃないですか、で服役して帰ってきたと、突然帰ってくるんですよ ね、お母さん、ただ居場所がないと言いますか、子供たちももう成長してるしという中で、そのまあ家族間の許しとかねあるし、子供たちも自分を守るために母が罪を犯してくれたっていうことは分かるんですけど、もう誰もいなくなるわけですから、おじさんね、おばさんに頼りながら生きていくしかない中で、世間の冷たさとね、殺人犯だっての子供だという中で生きていく、なんかその矛盾で帰ってきたっていうところから、じゃあお母さんお帰りって、お母さんは逆に知らないわけですよね、そうですね、中にいたから、だからお母さんが背負ったものと、子供たちは犯罪加害者家族として、まあ被害者でもあるけど加害者家族で、また自分のお父さんが殺されたけどお母さんで、でも当然お父さんは殺されたことによって自分は DV がなくなる、被害者家族とも言うけど加害者家族、複雑なところですよね、子どもたちにとって、ね、事実としてね、僕ら映画見てるから事実わかるけど、世間から見ると旦那殺しの子供ですよね、そっちですよね、でそこでまあ閉じこもっちゃって、僕はね印象的だったのはこの映画はセゴドンやった人ですよね、鈴木亮平さん、ね、お兄ちゃんですね、お兄ちゃんが結婚してて子供もいて、結局離婚するような感じになっていく中で、そのことだけは言ってなかったじゃないですか、奥さんに、で奥さんが泣きながら言ってほしかった、一緒に苦労したかったっていうセリフが僕は一番入って、なんで言わなかったのよっていうね、奥さんにはっていう思いと、言ったら結婚が多分ダメになるとかしないとか、そういう複雑な思いを、まあ彼が演じてたけど、そういう話はいっぱい聞きますからね、言って破談になったり離婚した場合と、言って分かったって言って受け入れて、もらって、その家族はでもそしたらそのね
その人を受け入れたってことでバレたらその家族がみんなやられちゃう、その親族までねやられちゃう、それを覚悟でその人と一緒になるっていうのは相当な決意だろうなと思いながら、うん、で自分の周りにはそういう人が何人かね、うん、知ってるので、はい、ああこういうのを背負いながらその方は生きてるんだなとかっていうのを感じて、うん、はい、なんかドーンとこう、うん、暗くなって、で答えがないじゃないですか。そうなんですよね、言えばよかったとかいう単純な話ではないんですよね、もないし、どうしたらいい、なんでこうしたんだよっていうのもないわけですよね、うんうん、そうせざるを得ないの連続の中でそうして、うん、でも罪を償ったけど世間様がそれを許さないみたいな中で、うん、なんか逆に言うとね、こう犯罪を犯すと自分の周りがそれだけ苦労するんだよっていうことを気づいてくれて、うん、何かのブレーキになるならいいんですけど、じゃあそのために自分が誰かに殺されそうな目に遭ってるのを耐えろっていうのかとかね、うん、なんかすごく複雑な思いをしましたね。そうですね、はい、本当こう兄弟間でもね、その時点の年齢の違いでね、うん、そのお兄ちゃんが背負ったもの、次男が背負ったもの、そして末娘がね感じてたもの、お母さんに特に甘えたかった娘さんなんかは結構ね甘えたりとかしてお母さんを受け入れる感じなんだけど、うん、お兄ちゃんたちはそうはいかないみたいな部分とか、本当にねこう家族ってなんだろうっていうことを考えるにも、普通にね被害者加害者とかっていう話じゃなくても、おすすめの映画です。ちょっとまあ元気がないと見れないかもしれないですけど、まあ落ち込んでる時は見ない方がいいかなと思いますね。ちょっとそういうことね深めたいなと思えば、もしぜひおすすめの映画です。あとねちょっと次、はい、誰も守ってくれないに飛んでほしいんですけど、はいはい、これですね、これは2008年、これもヘビーだったですよね、はい、そうですね、これはドラマがこの前にあったんですよね実は。あ、そうなんですか。はい、誰も守れないじゃない、なんかそうそう、うん、なんかあって、それでそのタイアップみたいな感じで映画がね実は入ったんですけど、守ってくれないという。これもねこの主人公といいますか、はい、女性女の子シナミライちゃん ね、はい、ねがのお兄さんが殺人を犯して、はい、で自分が晒されていく、それを守ろうとする刑事さんがいて、でも刑事さんは過去にね犯罪でお子さんをね失った人をサポートしてるみたいな方のその葛藤と、友達が裏切るじゃないですかこの彼女を、彼氏というかね、で信頼した人が自分をおもちゃにするというかね、利用してそれをネットで晒すみたいな中で、誰を信じていいんだよっていう中で、で悲しいのはね、お兄ちゃんはまあね優秀で、でもお父さんが勉強をね強要するとこから引きこもりになってっていう風になって、私は何も関係ないのに、お兄ちゃんお父さんとねお兄ちゃんの関係でやったことで自分が晒されて人生が棒に振って、もうね住所だ顔だ全部晒されて生きていけないようなね状態になって、それをまた逃げたら探す人がいるし、うんうん、それを友達がねっていうか彼氏みたいな人がそれを売るっていうと、もう誰を信じていいか、うん、本当人間不信にの頂点っていうところですよね。で守ってくれると刑事さんが、刑事さんもやられちゃうみたいな形、うん、で守ってくれると思ったご夫婦がね、自分が犯罪加害者家族だって分かった瞬間にもう守れないっていう風になっちゃうわけじゃないですか、うん、本人がやったらね、これはまあ隠蔽になりますけど、家族でこの人には罪がないと思うんですよ、うん、お父さんにはあるかもしれないですよ、うん、そういう風に追い込んだということにおいては、でも妹にはない、はいはい、それがねこんな晒しに遭いながら生きていけなくなるっていう中で、ちょっとひどい社会じゃないかなっていうふうに、うん、思うしね、リアルにこういう方も僕は知り合いでいらっしゃるんで、はい、ね、なんか支援の手、うん、といってもね何ができるかっていう、うん、まあ、お話を聞くってことはできますし、うん、あなたに罪はないよっていうことは言えますよ、うん、ならいくら言ったってどうにもならないっていうか、でっていうところですね、分かってますからね、うん、頭ではね、うん、その中で社会の受け皿で、うん、まあ、精一杯生きようとしてるであれば、それを温かく見守る、そんな社会になってほしいなっていうふうに思う、うん、
だからひとよも今のこの映画もね、はい、加害者家族っていうものに対して社会が非常に冷たい、うんうん、本人はねやったんであればそれは償わなくちゃいけないので、うんうん、僕は非難されていいと思うんです。冤罪は別として、うん、やったんであれば非難されてやむを得ないと思うんですけれども、うん、で内容によってはもしかしたらご両親も非難されても仕方がないものもあるかもしれない、うんうん、でも全く関係ないものもあると思うんですよ、うんうんうん。じゃあなぜそんなことが起きるのかというと、結局犯罪者の家族だって迫害されてもいいみたいなね、うん、そういうなんか文化といいますか雰囲気というか家制度みたいなのも影響してるんですかね。どうなんでしょうね。あのアメリカだとね、あの鶴瓶さんこの番組でも、うん、あの紹介してくれましたけれども、その息子が犯罪を犯したっていうお母さんにこう全米のねあちこちから本当に支援が、ね、支援が集まったり ね、ぜひ教会に行ってくださいねっていう、はい、ありましたよね、そういうことで別ですよっていうのがあるし、うん、あの子供の場合ですよね、逆に、うん、あの親がやって子供が犯罪加害者家族になったら、うん、そこに対する支援、経済的な支援やプログラム的な支援がある、はい、国がね結構そういう論文もありますけど、うん、比較の中でそうすると日本は、うん、お前の家族がやったんだから、うん、お前だって迫害されたって仕方がねえんじゃねえ、息潜めて生きてろよっていう、うん、社会、あの児童相談所でもね、うん、とかあの保護施設養護施設の中でもお前の親犯罪者なんだってな、うん、みたいなのがね結構あるというふうにね、うん、以前それも鶴瓶さんからね教えていただきました、まあ、子どもたちは残酷だから言い合うとしても、うん、先生がそれを言うことはない、うん、先生がバラすんですからね、うん、あの人のお母さんは殺人犯だよ、お父さんという例が実際あるわけなんですよね。実際ありますからね、うん、あの人はここの人 あそこの子だよというと、うん、子供たちだって分かるとしたら、うん、お前んとこは人殺しの子供かみたいな風に、うん、子供は結構残酷だから、はい、そういうの言っちゃうじゃないですか。そうですね、うん、だから僕はこの犯罪加害者家族とかね、うん、被害者も含めて、被害者もあるじゃないですか。そうなんですよ ね、あこんなことしてるからやられるんだみたいな、うんうんうん、いやいやそれはないでしょう、いやそれは場合もあるかもしれないけれども、ね、そういう危ない場に自分が行って、うん、事件に巻き込まれたらしょうがないかもしれないですけども、ちょっとなんかお店に入ってて、ね、巻き込まれるとか、うん、そういうこともあるのに、うん、あの人そういうところがあったよとか言っていても関係ないし、親の教育がとか、うん、子供がどうのこうのっていうならもうねえ、ちょっとそこは切り分けてね、ぜひね、うん、だからこの映画はまあそういう問題提起を2つはしてるし、うんはい、そうですね、だからあと許しとかね、償いとか、まあ小説とか映画も、ねうん、ありますけれども、うん、結局親が何かすれば子供も一緒になって償わなくちゃいけないし、逆に子供が何かしたら親も一緒に償っていかなくちゃいけないね。まあそれで償う気持ちは当然あると思いますが、だからといってこう誹謗中傷したり、うん、あまりにも追い込むことをするのはいかがなものかなと思うし、うん、じゃあ自分がされたらどう思うんだろう、うん、まあ裁判にかかってねきっちりとされてれば、はい、自分がやるとリンチじゃないですか、うん、死刑私の刑ですよね、はい、だからそれを禁止してるのが日本の法律であって、うん、そうですね、ね、それであんまりにもひどいからあの被害者が家族が出て質問できるように、ねうんはい、なったりして、どんどんルールは法律は変わっていってますけど、うん、僕もそういうの、 あの現場を見ましたけども、あのやっぱりどうしても感情を抑えながら、うん、もちろん質問文は弁護士と作ってるんでしょうけれども、なんかこう真実を知りたいというよりはなんかいじめたい、もしくはできる限り重い罪にしたいみたいな、うん、部分で、じゃあ自分の子供がそうなったり、ね、自分の親が殺されたりとか被害者になった場合は自分はどう思うんだろうっていうと、うん、これはもう正直わからないですよね、ならないと、だから簡単に間違ってるとか、でも第三者に関しては言わないっていうことは言えるというか、うんうんうね、自分たちがやっぱり、ね、体験したりするのを見てるんで、うん、第三者に対しては言わないっていうことはできますけど、うん、あの杉部さんがね冒頭で本当に話していただきましたけれども、もう全く見ず知らずだったりその人の状態を本当に知らないで、誰かのなんかこう誹謗中傷に乗っかってそうだそうだみたいなのっていうのがものすごく無責任だということはね、本当分かっていただきたいですよね。だから僕らはね、まあまあいろいろ勉強というか体験も
知ってるから何か新聞で事故があって、うんまあ、事件かあって書いてあっても、なんでその犯人がそれをしないといけない状況になったのかなとかね、うんうん、そういうことを思いますよね。一つ引いてね、まあ、まず記事自体が本当かどうかわからないというところもね含めてね、だからご本人の言い分を聞きたいし、まあ、言うとしたら限定意見ってやつですよね、うん、この新聞の情報が正しいとするならば、うん、こうこうこうですっていうし、たまにねテレビなんかでは、うん、いやコメントできませんと、うん、今の情報が正しいとは思えないんでまだわからないんで、うん、この段階でコメントすることは差し控えますとか、うんうんうん、もしくはこの情報が出ないと言えませんよねっていうことを、はいはいうんね、伝えるコメンテーターは、うん、ちゃんとした人ですが、そうじゃない人は僕はコメンテーターと言うんですけど、うん、謝れよと、うん、知りもしないでいかにも、うん、それが仕事だっていうなら恥ずかしいと思わないのかと、うん、いやこういう情報がないので今回はコメントできませんって言えば多分外されていくんでしょうけど、うん、じゃあ嘘言っていいのかよと、うん、ねえ、まあ、しかもコメンテーターになるぐらいですから影響力のねあるし、多分知識も能力も高い、ね、知名度があったり ね、うん、方なんだからちゃんとやっぱりそういうふうにね、うんまあ、どうしても言わないのは限定意見としてこれが正しいんであれば、うん、でもこの点はまだ明らかじゃないので断定はできませんよね、うん、とか、いやこの点がない限りコメントはちょっと差し控えさせていただきますとかっていうのが僕は立派な方かなというふうに、うんうん、思いますよね、うん、やっぱりね、本当こういう映画を見るとその自分がその立場になった時に本当にどうなんだろうとか、うん、そのいろんなこうシミュレーションをしてみるといいなっていうふうにね思いますよね。でかといってじゃあ腫れ物を触るように、うん、ずっと大変だね大変だねって思いで、だから同情もされたくないわけですよ、うんうん、だから同情じゃない、まあなんて言うんでしょうかね、並走っていうか、うん、ね、一緒にいるというか、うん、介護という正式なね病気じゃない介護といいますか、うん、ね、寄り添うといいますか、うん、そういう心の中で、その中でここっていう時にピシッという一言も言う、うん、僕はそれを冒頭に言いました甲斐さんに言っていただいたわけですよ、うん、はい、そうですね、うん、あなたの言うのは分かるけど、うん、でもね、要は社会はそうなってませんよっていう話で、うん、あなたが変わらないことには何も変わらないっていうことをはっきり言われたわけですよね、うん、だから僕としてはまあ俺が悪いのかよとその時は思わなかった、うん、いつもだったら俺が悪いのかよ、うん、じゃあどうしろっていうんですかと思うんだけど、うん、その時はそうかそうだよな、うん、いくらこのまま活動したって何も変わらないと、自分が変わらないと何も変わらないし、変わったからって変わるかどうかは分からないけど、変わらないと変わる可能性もないということを教えていただいたのが甲斐さんで、その後お付き合いするたびに、あんたあの時よく受け入れたわよねって、でダメならダメだと思ってたんですって、もうこの人はこれでこのことを分からないんであれば多分この問題は一生解決しないと、もうそれはしょうがないと思って、まあ彼女も僕にね勝負をかけてはっきりお伝えしてくださったので、さすがカウンセラーというね、うん、ことだったんですけど、うん、だから僕はね別にカウンセラーでもないですけど、いろんな方々と話すときやっぱりすごくナイーブと言いますかね、相手がだ、僕もこう言っていいタイミングなのか言っちゃいけないタイミングなのか、知らんぷりしてたらいいのかとかこう感じながら、まあそういう方々とは接するんですけども、うんうん、だから一番今はもうねやっぱり社会に対してやめようよっていう、うん、だって第三者は何、鬱憤じゃないですか、うん、だから多分なんか自分の鬱憤を何かの事件に投影させて、はい、でそこに対してこう言っていってバランス取ってる、でそれがなんかみんなが言ってるといいやって言ってさらに言うみたいな、うん、で止めに入るといじめられちゃうじゃないですか、うん、逆にね、だからあのデーケン先生でしたっけ、はい、あのジョージ大学のね、うん、ピティタンのプロセスっていうのがありますけど、はい、あれはなんか学問的には素晴らしいなと思いますけど、うん、結局目の前で自分それができるか、自分に対してそれができるかっていうことがすごく重要なことで、うん、そうなるとまあ人格って言葉になるのかもしれませんし、うん、はい、少なくてもこうやって関係ない方が心を病んでる、もしくは命まで落としてる方もいらっしゃるわけですよ、うん、だから犯罪加害者家族とか被害者家族で自殺されてる方がたくさんいるわけですよね、はい、それは僕はなんか僕でできるなら防ぎたいなと、死ぬことはないですと、う
生きていれば必ずいいことあると言いたいけど、その人たちにとっては生きてることの方が地獄なんだなっていうふうに思って、でまあ今日はもうちょっと時間になって紹介できませんけど、はい、楽園っていう映画が、はい、あとポスターだけはあるじゃないですか、はい、まあ今度機会あったらお話したいと思いますが、はい、最後楽園っていうタイトルつけるのが、うん、映画ってタイトルうまいですよね。そうですね、考えさせられますよ、はい、結論で言うと自分で楽園を作りなさいっていうことなんですけど、うん、だから地獄にいても自分で地獄を作ってるって取れるんですよね、うん、だから自分で楽園にを作るしかないということは、うん、まあ言葉を変えれば自分が源となって強く優しく生きるしかないけど、うん、周りがね村八分にようなことになったり、やってないのに犯人扱いされたり、うん、ね、なんか変なやつっていう風に、うん、な同調圧力っていうんですか、うん、あとお友達がね亡くなったんだけど自分のせいじゃないかってずっとね、うん、責め続けてる女の子とかね、そういうのもありましたね。だからそういうのは人がいくら言ってもダメじゃないですか、うん、あなた関係ないよっていうのは本人が、まあ、消化っていうかね、うんうん、あの次元上昇するっていうか、はい、自分であれはああいうことだったのだということで、うんうん、自分が何かできることとできないことってあるじゃないですか、うん、自分は神様じゃないんだから、はい、その辺を整理するにやっぱり時間がかかるけど、うん、人間の脳は素晴らしいので、うん、時間が かければある程度処理できるし、うん、成長を止めないで行こうという努力があればいろんな情報なり人格的成長があって人生は変わると思うんですよね、うん、僕人生はね言葉の中にあると思ってるんですよ、うんうん、だってあんなことがあったからっていうかあんな目にあったからっていうのがね、うん、同じ事実でもいやあんなことがあったから今の自分があるんだよねって言われたら、うんうん、過去の事実は変わってる、事実というか起きたことは変わってないけど事実が変わっていくし、うん、また生かされてる感じがしますよね、うん、でもあんなことがあったからそれダメなんだよっていう言い方もできる、うん、でもどっちを言うかって、うん、最初はねあんなことがあっても大変だったよって言ってるけど、ね、成長する中でああでもあんなことがあったから今の自分があるなっていうと、うん、過去は変えれるわけじゃないですか、うん、解釈はね、そうですね、それが人間ができる力で、うん、今日もある方が言ってましたけど、あの自分は犯罪を犯してないけども、うん、なんか犯罪者のような風に自分のことを思ってしまうと、うん、でも全然関係ないんだけどそう思ってしまう、うん、で勇気を出して人に言ってみたら全然関係なかったと、うん、なんだ私の思い込みだったのかと、うん、その思い込みで何年も生きてきたのか、うん、でもそれが出れないわけですよね、うん、本人の思い込みだから、はい、で出てしまうと、うん、何でもない社会だからどうしても難しいんですけど、だから僕ね、うん、僕らのグループも何人かいますけども枠から出ない人もいると正直思ってるんですよ。だからいつまでたってもそうですよ、うん、出てみろって言うんですよ、ね、俺とか川崎さんならね出たら知ってる人がいて、うん、なんだあいつって言うかもしれないけど、だけど俺は生きてるわけですよ。こうやって名前検索したら出てくるわけですよ。今日もちょっとね話あるとこで話したら、うん、何の事件ですかキーワード教えてくださいとか絶対検索されてますよ、うんね、まあ教えましたけど隠すことじゃないんで、だからその時に、ね、枠の中でいたら絶対突破しないわけですよ、うん、だって関係ないんですもん、うん、悪いけどあなたなんか何この事件に関係あるんですかってことじゃないです。我々とは違うんですよ。我々は当時テレビに出たからね、やっぱり言われないけど何も出てないのに勝手に被害者になって犯罪加害者になってで閉じちゃう、もうね20年経ったら出ましょうよっていうのが僕の言いたいことなんですよね、うん、だからそれは当時ね3年4年はただ大変無理ですよ。でも20年経ってもう何のことかわからない人たちの方が人口が多いようなところになってまだそれを持ってるとしたら僕人生もったいないなと思うので、うん、枠を出て自分らしい人生を、うん、まあ何人もねどん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 そうなってますけども一日も早くそうしてほしいし、うん、そうですね、うん、まあそれもあれですよね、結局言われても出ない人は出ないからね、うん、本人が決めるしかないんですよね。いくら言ったって無理なんですよ ね、このさっきの楽園の話もそうですけどね、うん、本当に自分がどうそれを塗り替えていったりそれからそれをどう生かしていくかどう思い方を進化させるかとかっていうのは、うん、その人次第なんですよね。だって自分の人生じゃないですか。そうですね、代わりにね生きてくれるなら別だけど、うん、代わりに生きてもらえないわけだから、そうですね、もうそれは自分の、まあ、僕の好きな言葉では突破次第、うん、だし最近好きなのは次元上昇、自分の次元が上がっていけば変な声は聞こえなくなるわけですよね、うん、
3階にいると1階の声は聞こえるかもしれないけど、うん、5階に行ったら叫んでても聞こえないですよね、うんうん、10階に行っちゃえば8階ぐらいの声です。8階は8階のレベルの方ですから、うん、1階の方の声なんか聞こえなくなるわけですよね、うん、だからどん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 自分の使命とか目標を夢に向かって自分が成長していくっていうことが一番いいし、で僕はやっぱり冤罪のない社会にしたいし、こういう犯罪加害者被害者は、うん、が被害を受けない社会にしていきたいっていうので、まあこの番組もやってますし、はいはい、そうですね、まあそういう活動もしていきたいし、うん、はい、でね本当今日、まあ、甲斐さんがねお亡くなり、うん、もう甲斐さんの本出しといてあげたかったなっていうのが、はい、ね、もちろん電子書籍は出してますけれども、うん、なんかね対談でもして甲斐さんの人生とか、うん、僕が何をね彼女に救ってもらったかとか、うん、彼女いっぱいいろんな人を救ってますからね、うん、そういう本をね出しといてあげたかったっていうのが、もうこの間もある方がね亡くなったんで、うん、交通事故でね、いやもう大好きな先輩だったんで、うん、いやリストに入ってるんですよ本を出す、うん、ただ順番があったりで元気でしたからね、はい、全然交通事故に遭うと思ってなかったから、うん、もうこれから思ったらすぐ声かけていこうと、うん、なるほど、いつね、うん、命がなくなるかわからないので、そうですね、そんなことを思いました、はい、暗いですね今日ね僕ね、いや大丈夫ですちゃんとね追悼というのもねありますし、ただ本当に暗い明るいっていうことがなんか それだけじゃないものっていうかね、うん、人生本当にいろんな側面があるので、そこにフォーカス当てる時間っていうのもすごく大切だなというふうに思います。本当元気な時にというか、ちょっと余力がある時に今日ご紹介しようと思っていたこの人よ、それからこの有罪もね、これも重いですね、これもちょっとね重いんですけれども、すごくいい演技されてますので、うん、ぜひご覧いただきたい。それから今の楽園からこの3度目、これもねもうなんて深いんだというところですけれども、是枝監督ですのでね、アマゾンのプレミアムプレミアムビデオなんだっけ、はい、で見れます、見れます、見れます、はい、はい、それと誰も守ってくれない、でまた近日公開のね、映画もまた機会があったらご紹介しようと思いますし、私どもの Facebook のページがありますね、 Facebook ページ現在のない、社会をね作っていくというところのホームページにもまた紹介していこうと思いますので、関心がありましたらそちらもぜひご覧いただければと思います。それでは本日はどうもありがとうございました。つぶいさんありがとうございました。そして視聴の皆さん、そしてスタッフの皆さん、どうもありがとうございました。